ちゃ。こんにちは。おめでとうございます。お誕生日。何が？誕生日か。そうなんです。私の誕生日です。今日はね。はい、はい、まあそんなことよりも熱い話をしましょうよということで、はい、優勝へのラストステージ、はい、もう本当に最後の最後になってきましたね。本当だな、うん、でヤクルトマジック3、はい、3が点灯してからなかなかちょっと減らないという。でもまあここまでよく減らしてきたけどね。そうですね、はい、それで、それでまあ優勝ライン、はい、見てみますと、ね、うん、まあ3勝2敗で、うん、まあ阪神が3連勝しても上回るという。でも2勝3敗であれば3連勝しとけば可能性は残されたと、はい、まあ、阪神やっぱこう頑張ってるよね、しぶとく、はい、で若い選手も使いながら、うん、ね、しぶとく打ったりとか、島田とかいいよね、よく頑張ってるし、ヤクルトもやっとや、あの村上が、タイムリーが出たりだとか、うん、まあ、山田も頑張ってる、青木も頑張ってる、はい、ちょっと塩見がちょっと停滞してるかな、うん、エラーもあったりとか、はい、で一番心配なのはオスナ、ね、村上の後オスナがまあちょっとここのとこ振るわないんだよね、うん、だからもう少し頑張らなきゃいけないということで、まあ3勝2敗、まあ、いやもう阪神はもう当然3連勝してくるであろうというふうな計算で、はい、まあ、3勝2敗ということがまあ絶対条件になってくるよね。動画を撮るたびに、うん、こう行方が分からなくなってる、ね、なんか切迫してるというかさ、はい、なんかそんな感じがするよね、はい、阪神の追い上げがここに来て、まあそうだね、やりますね。でも阪神がもうやっぱ負けないからそういう風な、うん、面白い展開になってるんだよ ね、うん、そうですね。ヤクルトもギリギリで頑張ってるけどさ、うん、もう本当両チームともヘトヘトだと思うよ、はい、ね、で今後の日程をちょっと見ていきたいんだけども、はい、まあ、ヤクルトは残り、5試合今日22日から、今日22日これは私の誕生日ね。はい、から5試合、はい、で阪神は23から、まあ、こう3試合あるわけね、うん、で相手の先発ピッチャーがじゃあ誰が投げてくるんだということで、うん、ちょっとこう、まあこうじゃないかという予想を立てた、うん、ね、で床田、はい、で23日土曜日は菅野、はい、で菅野はやっぱクライマックスシリーズの第一戦に行くということで、うん、第一戦は土曜日から始まる、はい、そういうことで土曜日に合わせて、まあ、登板をさせるというような情報も入ってるし、はい、で24日はまあ高橋じゃないかと、はい、で今永、うん、ね、で、まあ、最後のカープがわからない、なぜわからないかっていうと、はい、栗が最多勝とかいろいろし、かかってんだよね、はい、だからなかなかわからないんだ、この最後は最後で。そうですね、うん、まあ、阪神との試合もあるので、そう、阪神のここは森下栗でいくんじゃないかって、うん、でも森下栗で連勝しなきゃいけないっていうのも阪神もきついよ、うん、ね、はい、なんかやっぱりこう昨年の新人を、うん、今年は最多勝を狙ってるとか、うん、まあドラゴンズがわからない最終誰だろう、まあ、例えば最後ぐらいはもう勝って終わりたいとかさ、まあ与田監督が思うんであれば思い入れのよ強い、まあ例えば大野だとか、はい、まあ、柳だとか、はい、小笠原だとか、うん、まあいっぱい候補あるいるんだよね、はい、まあ、監督の腹積もりだよ、だから非常に読みにくいという、はい、うん、だけど森下栗がおそらく投げてくるであろうカープ戦は絶対阪神は落とせない、うん、ね、はい、まあ、こういう風な形になってるけど、まあ、ヤクルトは3勝 2敗でいいって言ったけども、はい、このピッチャー陣から、まあ、最後は分かんないけど、このピッチャー陣から3勝するっていうのはやっぱ先発ピッチャーがいかに頑張るか、うん、それとまあ中軸が当たってる山田村上、うん、まあ、両2人とも当たってるんだけど、はい、まあ、そういうところがね打つか、うん、しかないよね。それとやっぱりこう昨日ミスが出たように守備でね、うん、ああいうミスはやっぱ避けないと、まあ、どうしてもチームが重くなってくるし、はい、まあ、大事な全てが大事な一戦だから、まあ、そういうミスがないようにねちょっと頑張ってほしいなというふうに思います。はい、はい、そういったほころびがね良くないきっかけになると、まあそうだね、大変ですね、うん、まあ、ということで、まあ、セ・リーグはこういう形、はい、まだまだパ・リーグはもっとややこしいから、行きますよ。はい。ということでパリーグ、はい、ね、ロッテのマジック5、はい、ということでこちらが優勝ラインですね、はい、そうです、
ですね。まず優勝ラインから見ていきたいんだけども、はい、まあ、オリックスはすごいですね。もう1試合しかないんだよ。はい、ね、残り1試合、はいはい、まあ、これはおそらく勝つというのは山本が投げるという、はい、だからもう勝ちを計算としたら5、6もある、はい、勝率が、うん、それを上回るには、はい、4-1-1、はい、5-6-1わかる、なんか4勝した上で2敗してはいけないんですよね。2敗しちゃいけない、1分けにしとかないと。そう、はい、ね、勝つかオリックスが勝ったらね、うん、だから1敗はできるけど、うん、だから6試合の中で5勝1敗でも勝てるし、5勝ね、ただ、うん、あれですね、1敗してもいいと言っても2勝しかできず3分けとかになるとダメですもんね。1勝されてるとね、はい、ただこれがえでも1分けでもダメですよね。1分けだと今言った2勝1敗3分けだと、うん、オリックスになっちゃう。そうそうそう、うん、でもまあロッテが、うん、1分け、はい、まあ、例えば山本が投げて分ける、はい、5-5-6でこっちも5-5-6っていう、もう勝数点も合うん、全部、はい、4勝2敗で合うん、はい、4勝2敗とオリックスが1分け、そうそうそう、ね、これね、オリックスが負けるともう断然有利だ、ロッテがね、ロッテがね、はい、うん、ということは、うん、オリックスが負けちゃうと、うん、ロッテは、うん、その代わり5割だったらダメだよ、5割だと、はい、オリックスが負けても3勝3敗だったらオリックスが行くからね、はい、だから絶対6勝のうちに勝ち越さなきゃいけない、さらにだから引き分けてもいいけど勝ち越しが条件だってこと、3敗はダメということ、3敗はダメ、はい、でややこしいのが5-5-6、はい、5-5-6で並んだ場合に、はい、さあどっちが上に行くと、どっちが上、あ、うん、条件を決めてということですね、うんうん、これ全部勝敗も並ぶんだよ、引き分けも、うん、え、ああなるほど、勝ちの数とか全部、そしたら対戦成績、あ、オリックスとロッテ、はい、ロッテの、うん、どうだと思う、これロッテですか、いや違うね、もう並んでんだよ、10勝10敗、あ、それも並ぶってことですか、そう、これも並んでんだよ、はい、そしたら次は何だと思う、前年度で、それがセリーグだったでしょ、はい、それがセリーグじゃない、前年度パリーグは違うんだよ、あ、リーグによって違うんですね、違う違う、面白いでしょ、細かい、リーグによって違うって、はい、もう一緒に違うと思うんだけどさ、うん、違うんだよ、なんで決めるかって言ったら、はい、交流戦の成績を除いた、はいはい、成績で決めるという、除くとオリックスは厳しいですね、 なぜかというとオリックス優勝してるんだもんね、そうですよね、そうそうそう、交流戦で、そうですよね、うん、だからロッテがまあそのマジックが5出ててもね、まあそのいろんな条件を重ね合わせてもロッテが有利に見えるけど、うん、見えるけど1勝先にされて待ってられると5-6-0で待ってられる、うん、ということはもう1敗しか本当できないということだよ、引き分けてもいいけど、ただその1敗の後が3分けになってはダメ、そう、3分けになったらダメだよダメなんだよ、だから勝たなきゃいけない、そうですね、うん、ということで、はい、これちょっと見せるのやめようかな、今後の日って書いたんで見せましょう、書いて見せるか、はい、オリックスの方は、うん、ね、25日に仙台で楽天とやる、はい、うん、はい、おそらくマー君じゃないかと言われてる、ね、マー君と山本の投げ、うん、でマー君を考えると援護点がない、それは分かんないよ、マー君が来ないかも分かんないけども、はい、おそらく順番的にはマー君が来るんだよ、ね、そこの投げ、はい、まあ、それで、まあ、山本が勝つと5-6-0で待てるという、はい、ね、ただしその前にロッテが3敗しちゃう、うん、2敗しちゃう、はい、ここでお互いやるんだけど、うん、ここで勝っちゃうと、うん、ここでオリックスが優勝決まっちゃう、なるほど、だからここではでも絶対負けられない、でもロッテは明日か明後日から、うん、縦の今売り出し中だよね、日本明日からですね、ああ明日からか、はい、ああそうだね、で上沢が来る、中後で千賀が来るんじゃない、うん、で27日、うん、仙台で楽天と則本が来る、うん、でまた日本ハム戦、29日は伊藤が来る、これね、もう10勝がかかってるのよ、うん、昨日10勝しといてくれればさここに来ない可能性があったんだけどさ、はい、来ちゃうわけよ、多分、うん、ね、で最後はもうわからない、これはもう最終戦、日本ハム栗山監督が勇退する最終戦、はい、で誰を持ってくるかっていうことだよね、うんうん、
やっぱりもうエースとしてやってくれた噂を持ってくるのか、うん、で立野を来年からエース級のピッチャーになれようと思って最後投げさすのか、これは分からないけどもさ、うん、これはロッテきついと思うよ俺は、ね、ここに来てまあいろいろと疲労も溜まってるでしょうし、まあそれは相手のピッチャー陣もそうなんでしょうけど、うん、そう相手もね、そうだ、うん、だから全てはここに、ここだね、なんかいやその前に負けたらちゃんちゃんだけど、その前にここ、はい、ここがオリックスがもう鉄板で山本だから勝てると思ってんのを逆に落としたとして、まだチャンスがロッテに残されてるとしたら、うん、行く可能性もあるよね。もう一回見てみようか、はい、いっぱいにした時にもう山本だから勝つって決め込んでるけどさ、山本の人間だから仮にいっぱいしてしまったら、仮にいっぱいしたら 5-5-2 になるんでしょ、はいはい、そしたら3勝2敗でいいんだよ。でも3勝3敗だったらダメなんだよ、はい、勝ち越さなきゃいけないから、うん、だからやっぱりこれが必要かまあいずれにしてもきついな、4勝しなきゃダメだな、うん、大体ね、うん、引き分けが一つあったらここに持っていけるけどさ、はい、これは引き分けの数も含め、うん、複雑に細かく変わってきますね。まあまあでも、なんて言うんだろう、ここまで戦ってきたんだからさ、まあ、悔いは残すなって、負けたら悔いは残るんだろうけど、だけどもう本当になんか一生懸命手足を伸ばしてやってほしいよね。だからものすごくやっぱこうみんな固くなってる、その気持ちはわかるけど、うん、はい、もう最後だからね、頑張ってほしいと思います。はい、誕生日でした。